村上が地を奪い天下への足がかりとするのだ。え、織田？助太刀に参ったぞ。織田？はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。飽きないよ、始めまで。出た、飽きない。もうやめよ、飽きない、まだ買わないぞ俺は。報告します。先月の収支です。ご命令を。いやー、いい武将が手に入ったな。さあ、大森城を歩兵して。かしこまりました。あとはこっから、大友家攻めになるかと思います。ちなみに大内と大友は仲の良さ度的にはどう？38、あんまり変わんないね。そして同盟を結んでるわけでもないから、まあ攻められるっちゃ攻められる。まあ2年間の猶予があるんで放置しとこうかな。親善のもの、親賞上限までしとかないと困るよ。232ちゃんとほら行かないと、気損ねられても嫌だし。ご命令を。大内と毛利に挟まってるの吉川家。彼かわいそうだね。あ、でも大内と仲良くやってるんだ。え、毛利とは仲良くないんだ。ただ同じ大内との同盟だから攻められないから、ここに佇んでいるっていう状態ですね。あとなんか面白い攻め口ねえかな。面白い攻め口やってもいいと思うんだよね。あー、海賊らしいこともする。こっからどんぶらこっこで本州とかさ、九州方面は結局大友と戦わなきゃいけないから、これ、あ、そう、畠山家いるからさ、ここ攻めるか。海賊やろうぜ、海賊。せっかくだし戦線できるかな。できそうだな。ちなみに同盟国はいないから、これさ、畠山家もらわね。ここさ、漁村いっぱいあるじゃん。陣ぶれを出せ。ここまた米がたくさん手に入るぞ。米を獲得しに行こう。本当に海渡るわ。え、2900だから5000人ぐらいいたらいいんだよな、兵数も。まあ、ちょっと多めに7000ぐらい連れていくか。また一軍が出てくな。さあ、村上海軍の神髄を見せてやろう。さあ、来ました。集結しております。海の支度してるわみんな。報告いたす。先月の収支です。三木家が諏訪家とどうのって書いてあったな。ちょっと気になってきた。三木家が諏訪家とどうのって書いてあった。やってる。しかも三木家4つも城ある。あ、でも諏訪もいい勝負してる。うわ、うちの海軍も気になるけど、こっちも気になる。諏訪と三木の戦い。ああ、面白い。戦国大名。デデレンデンデデレンデンデデレンデンデデレンデデレンデンデデレンデンデデレンデンデデレン。よし、畠山もう少しだな。まさか海を渡ってくるとは思ってないだろうからな。飽きない、やめろ。もうそろそろ俺買っちゃうぞ、これ以上来たら。報告いたす。先月の収支です。ご命令。さあ、諏訪さんどう、勝った？勝ったっぽくね、これ。勝って防衛成功した感あるぞ。さすが諏訪、倍の城持ってるやつにも引けを取らない。ちなみに諏訪は今三木家と戦争してるだけで同盟はいないんだね。ただ今川と通商関係があるだけ。もうちょっと周りと仲良くしなさい。感謝状を配り。それだな、俺が忘れていたのはそれだ。すまねえな。オッケー。ほら、だってほら見てよ、畠山まだ兵隊出せてないぜ。まさか海から来るなんて思ってないからさ。なんだあの船はの状態よ今。うちーってなってる今。奇襲、海からの奇襲です。方位29日。まさかなーって。細川と山名、それは細川。助太刀いたす。報告いたす。
ただあれだね、本州の土地を持つことでまたあの攻められる確率が上がったよね。ご命令を。こっち、あでもまあ細川と接してるのと鈴木と接してるのか。鈴木さ食う、鈴木食ったら美味しくねこれ。どう、あでもな、そうすると本願寺と足利敵に回すのか。で足利敵に回すってなると、いや足利もそんなに幅利かせてねえな。食ってもいいな。北畠はまあ脅威にならないでしょ。これ7000人いるからこのまま鈴木家いただけるのでは。あ道中でも戦場狭いな。いやいいんだ、海回っていきゃいいんだ、海回って、海回っていきゃなんともねえや。細川足利、よし細川につく。あーこれ戦争の理由できたわ。足利が細川兄さんのところに行った。足利と鈴木は同盟を組んでいる。これは鈴木攻めるしかないわ。これ攻めるしかないわ。よーし、勝ち時を上げよう。いただいたぜ、米どころもらったわ。米どころというかたくさん漁村があるところもらいました。さあこのまま戦線します。鈴木家、そして足利と敵にはなるけど、足利と隣り合わせではないから対面は撃たれない。最強もらおう。陣ぶれを出せ、大義は我らに。よっしゃー、助太刀にも行ったぞ。大丈夫、本願寺とも隣り合わせではないっていうかすげえよな、足利と本願寺がさ手組んでるのやばくない？間に挟まれたらおしまいだよ、絶対勝てない。手を打とう。あれこれ出てこないかな。いやでもこれ不安だな、出てくる気がするな。やっぱ海軍らしくこうやっていこう。いざ参ろうか。デデデンデンデデデンデンデデデンデンデデデンデデデン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 デデデンデデデンデンデデデンデデデンデンデンデデンデデデンデンデデデン。よっしゃ勝敗はいかに転ぶかって言われたしな。いや対面打ち忘れた対面打ち忘れたよ、失敗失敗。鉄鋼砲、鉄鋼線砲撃するわ。鉄鋼船団の速度小低下、防御大上昇、一定時間ごとに敵の兵数と士気を低下。やべ、崩落飛矢もいいな。移動速度上昇、交戦時攻撃力上昇し敵の士気を低下。こっちだな、崩落飛矢だな。いや沼罠使いてー、むちゃくちゃだけど、海の上だけど作戦は打てないか。崩落飛矢、行こうか行こうか。おー崩落船団、もうこれ突っ込むしかないよ。覚悟せよ、お覚悟願います。鈴木家、海で当たったことを後悔させてやる。敵の居場所が知れました、敵の居場所が知れました、敵の居場所が知れました。さあ族長、これ鉄砲使えるのか。雨だからどちらにせよ使えないか。さあ崩落船団、崩落船団、よし来た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 、崩落飛矢、崩落装填、発射投入。このままでは、このままでは高精戦、何を言ってるんだ。うちの崩落船を見よう。覚悟しろ。よし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 、いけいけいけ、始めるぞ。落ちたぜ、福留ナイス、なんとか生き残った。始めましょう。やべ、崩落飛矢また撃ちて崩落飛矢また撃ちてあれすげえ強えんだよな。このままでは、よーしよーし、これ全滅狙い行くぞ。村上家、水の上になったら強気に出ます。全滅、全滅狙いです。
もちろん全滅狙い。覚悟しろ。やりたい。いや村上落ちるか。耐えて。よし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 。村上耐えて。よし耐えた耐えた耐えた。村上耐えた。生き延びた。生き延びたぞ。よし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 。無駄死にできません。よーし来たやりたい。勝ったぜ。余裕の勝ち。でも被害変数さ同じぐらいかなこれ。なんやかんや。うん、なんやかんや同じぐらいだったな。ただもう向こう兵隊いないからな。細川と足利は足利が勝ちました。なんと報告いたす。先月の終始です。もう最下城は兵隊がいない。あでも800人まで戻ってきたな。あでも強行27日、問題ない。あやべ足りるか。ちょっと待って、足利と細川は足利が勝ちました。これまずくない。あと6日、大丈夫だな。大丈夫大丈夫。あべ大友家と、あいいのか、大友家との同盟は期限切れでいいんだな。うちは大内家と切らしちゃいけないからな。てかそろそろ危ないんじゃねえのこの辺。危ねえ。かしこまりました。毛利12ヶ月。あれ嫌な予感がするな。細川は細川も2年。よし。かしこまりました。危ねえ危ねえ。村上が血を奪い天下への足がかりとするのだ。え、織田？助太刀に参ったぞ。織田？え、織田？何を言ってるかが分かんないんだけど、どっから来るの織田は。何？畠山まで行ってたあのいつ。あこれ守れんの2000か。89日後、守れるな。曽根9000で83日後だったら間に合うでしょ。全然間に合うじゃん。手前の陣しても当たれるけど、手前の陣だと有利に当たれないので手取り以上で当たります。我に続け。 OK で最下は落ちた。よしもらい受けよう。よしもらいました。あ強っ強っ。あー楽しかった海賊。これでも手取り大きくしときゃなんか余裕そうだね。報告します。あれ大内家との同盟は期限切れになりました。あれか間に合わなかったか。死者のものがいかがでしょう。さあ織田、いや待って、でも俺このまま本州行くのやだよ。いやこれ織田のところ進むのやだよ俺。いや手取りの手前で結構あのちっちゃくていい土地あるからそこ固めて防衛に徹するよ。織田が進んじゃったらさ、もうずーっとこっちに進んでいかなきゃいけないしさ、せっかく持ってる四国のこの強い土地を使えないから意味ないというかもったいなくね。いけないことは多分ないし、今だろうけどね、攻めるんだったら弱いうちに手取り手前を固めるが良いんじゃないかな。また恩賞忘れちった。で大友と島津、まあ大友についておくか。とりあえず一旦な。あ手取りの手前築城、それ天才かもしれない。できるんだったらそれが良さそう。さて、取った城の歩兵とあと恩賞渡し、さっきおしゃべりしてて忘れちったから。やっぱ忘れちゃうよな。ここ6000人でしょ。手取りは手取りの恩平城になるかな。いやまあこんなもんかな。6000人ぐらいはこんだけいれば、ま、守れると思うんだよね。で恩賞渡し、ご病気の方もいるな。
ご病気の方にはあげなくていいか。かたじけない。待機する。待機する。報告します。とりあえず大内が今、九州で戦っている間は大友か。大友島津戦線があるから、まあ、ここの間は俺らが味方してるから攻められないでしょ。その間に織田をとりあえず片付けちゃおう。指揮なさらずとも我らの価値は揺るぎませんと。我が部、OK。まあでしょうな。おととい来やがれってんだい。報告します。先月の終始です。ご命令を。さあここら辺一気に開発しよう。ここら辺ほら3000いくらでしょ上限が。その前に築城じゃね。築城できる。あできないんだ。あ金が足りないだけ。じゃ一回米売る。取引を行いましょう。今金銭が6000か。かしこまりました。とりあえず米2800だけ売っとくか。ありがとうございます。これで築城できます。あ、ここいいね、築城、ほんとに。兵数上限3200とかさ、ここ、周り、防塁固めて、準剣城置いたら、誰も通れなくなるよ。最強の関所ができる。ここにします。立てる。漁村が撤去、いい。問題ない。ここ最強でしょ。いや、漁村ばっかだな。うわーでもちょっと周りこれ壊すか。こっちじゃないな。裏に置いて二個掛けしたいな。二個掛けして、あとは連兵。すげえ、なんだここ。連兵以上いらないでしょ。ここ壊すか。で、新設で防塁。かしこまりました。防塁からの準剣所二個掛け。は、承知いたしました。これで問題なく強くなる。まあ城まだ120日後に、出来上がるんですけどね。ここは強いよ。最強防衛城になることでしょう。で新しくちょっと西側も歩兵を進めた方がいいと思う。この人数だとちょっと不安だよね。大内家じゃない、大友家と戦うので、足軽の濃度を高めていく。かしこまりました。こんなところかな。さあということで、お時間になりましたので、今日はこの辺にしようかなと思います。めちゃくちゃ順調だな今回。すげえ順調だわ。いい感じです。次回は九州進出編ですからね。村上水軍九州に行くのだの巻を次回はお届けしようかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録を済みてない方はチャンネル登録お願いします。あと動画の高評価よろしくお願いします。あとは概要欄にツイッターのリンクが貼ってありますので、そちらをフォローすると配信するようなお知らせをいつもツイートしているので配信の見逃しが少なくなると思います。ぜひフォローしてみてください。ということで、じゃあお疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。